リダイブ。どうもこんにちは、シャンクです。本日は、プリコネリダイブということで、先月ね、1周年を迎えたサイゲームスのゲームになるんですけれども、こちらの方ね、超ド級の初心者なんですが、先月の28日かな、なんか140連ぐらいガチャができたので、それでね、ちょっとリセマラをやりまして、29日あたりかなから始めましたので、まあ約2週間経ってないぐらい、っていう感じになります。で、一応ね、まあいろいろね、頑張ってはみたんですけれども、メインストーリー、メインクエストか、メインクエストの方がね、12の17の方でちょっと行き詰まりまして、あとね、今15時までですね、15時まであと25分しかないんですが、こちらの方のね、まあイベント、まあ私としては初めてのイベントですね、で、まあ手に入る、誠のメモリーピースね、こちらね、誠さんをね、私リセマラズで出さずに始めてしまったので、ああやってしまったと今更後悔をしているんですが、こちらの方はね、なかなか、イベントのハードボスが、通称いわゆるワンパンというか、1回で倒すっていうことができずにですね、2パンかかってしまいまして、うわーと思って、で、昨日ね、ちょっといろいろ試行錯誤やったんですが、ね、なかなかワンパンできずに、結局ね、マナの方が枯渇してしまいました。あとジュエルの方も枯渇してしまいました。いや、ほんとね、なんかこのゲームの仕様を分かっていなかったというかね、本当にね、デバフの重要性っていうのを分かっていなかったなっていうことを痛感するイベントになってしまいましたね。はい、結局その何がまあどうやねんって話なんですが、このボスなんですけど、一応魔法攻撃しかしてこないよみたいなことをここに書いてあるんですよ。で、一番最初のキャラと2番目のキャラっていうのがユニオンバーストが打てないみたいな、そんな状況なので、魔法アタッカーになるんですかね。結局魔法防御力を重視しようとしたら魔法アタッカーを編成することになるみたいな感じなんですよね。まあ、ただちょっとね、私の方魔法アタッカーに対してその敵の魔法防御力を下げるというデバフ役を持っていないというか、キャラクターを持っていないので、どうしてもね2パンかかってたんですよ。でもしょうがないので、時間もないし2パンでもうしょうがない、回ろうと思って、で昨日ハードやってたら、いや待てよと思いまして、デバフを入れれば物理アタッカーでもゴリ押せるんじゃないかという感じで、結局ねいろいろまあ本当にね、今後悔してるんですけど、まあいろいろね、ちょっとね、このキャラ育ててみたりとか、ゆかりさんとか、あとね、かすみさんとか、ななかさんとか、いろいろ育ててみたりとかやってたんですが、結局ね、クリスティーナさんがデバフを持ってるんですよね、スキル、のインジェクションか、こちらの方です。物理防御を下げる、デバフを持っていることと、あと無意味の方がですね、天狼破断剣状態じゃない時にこっちだこっちだという、スキルで、こちらもね物理防御力をダウンさせるっていうスキルを持ってるので、こちらの方でスキル物理防御力を下げてご利用したらいいんじゃないかと思ってやってみたら、案の定ワンパンいけたんですよね。だから、ね、京香さんとかランク10まで上げたりとかしてたんですが、結局ね使ってたのは、ま、空花さん、あと、ま、のぞみさんね、こちらの方は専用装備も作って上限解放も1回やってみたいな感じでね、ちょっと頑張って育てたんですけれども、
空花さん、のぞみさんで、クリスティーナさんとむいみさん、あと、今のところメインでヒーラーで使ってるミサトさんですね、この5人で結局ワンパンいけまして、今までやってた努力って一体みたいな結局2パンで回った分のね、ボスチケットが無駄になっちゃったみたいなそんな感じでございました。本当にね、このゲームの仕様を理解していなかったというか、いやー、おかげでね、もう本当にマナが吹っ飛んでしまいました。あとジュエルもね、吹っ飛んでしまいました。まあその辺ね、ちょっと勉強不足だった自分が悪いかなと、はい、思いますけれどもね。まあね、始めてまだ2週間経ちませんけどね、まあプレイヤーレベルも、まあ、もうすぐ71ということで、まあまあちょっと頑張ったんじゃないかなと、まあそれ、まあ頑張ったんでいいかなと思います。というわけでね、まあ、今回ね、ちょっとね、誠のメモリーピース、誠さんのメモリーピースね、145個集めることができませんでしたので、ベリーハードを倒しても10しか手に入りませんので、結局135個ということで10個足りないという、まあそんな感じなのでね、最後ちょっとベリーハードを倒して、終わっていこうかなと思います。ちなみにね、ベリーハードの方もう12凸しておりますなのでこれで13凸目ですね。はい、これちょっとね、終わらせて、このイベントもね、ありがとうございましたということで、感謝をしつつ終わっていこうかなと思っております。あ、やばい、これもう一つしないといけないやつじゃない、あ、やばい、これもう一つしないといけないやつじゃない、いけるか、いけるか、いけた、あ、いけた、よかった。はい、というわけでこれで一応ベリーハードをクリアと。はい、というわけで120、さっき1個出たので6か。で、ここで誠のメモリーピースを10個手に入れて136ということで、9個ですかね、メモリーピース9個足りないということで、まあいつかね、またガチャに出てくれればいいかなと。まあクランはね、ちょっとしょ、所属していないので、この誠のメモリーピースがクランバトルのクランコインですかね、での交換になるので、ね、私ちょっとクランには所属しておりませんので、まあ交換はできないということでね、バトルアリーナでもないもんね。そうですね、クランコインですね。なのでまあいずれちょっとね、ガチャで出てきてくれることを祈りつつ、まあ次のイベントを頑張っていこうかなと思っております。まああとね、初心者目線でいくと、本当にその、なんだろう、最初のうちは結構ね、バトルアリーナとかやると結構ボコボコ、ジュエルもらえたので、あ、結構ジュエルもらえるゲームなのかなっていうふうに勘違いしまして、まあそんなことないですよね本当にね、ちょっと調子に乗ってジュエルを無駄遣いしてしまったんですけど、まあバトルアリーナはね、一応最高順位を更新した時に、それに見合った順位に見合ったジュエルがもらえるようなので本当そういうところね、ちょっともう少しちゃんと調べてやればよかったなと思っておりますが、まあ、今回ね、私、29日から、プリコネリダイブ始めまして、まあ2週間でね、イベントを頑張ってみて、結局まあ誠さんをまあね、仲間にすることはできずに
まあ、ランク、プレイヤーレベルの方も71になるかならないかぐらいかな。うん、で、まあ、クエストの方が、メインクエストの方が12の17までで詰まってしまいまして、バトルアリーナは、200位かな。今んとこ200位ですかね。で、プリンセスアリーナはね、本当にね、ちょっと戦力が育てれてないので、全然ちょっと上まで行けないんですけど、まあ、8500位ぐらいかな。はい。っていう感じでね、こんな感じの、まあ、成績という風になりました。まあ、ちょっとね、定期的にこちらの方もね、動画上げていこうと思いますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。まあ、これからね、またね、ルナの塔、始まりますので、まあね、頑張ってやっていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。シャンクでした。